今一番おすすめの映画を教えてっていうふうに聞かれて困ってるんですけども。 アニメ見るんだったら、まあ、スパイダーバースだと思うんですよで映画を見る人ならグリーンブックか運び屋だと思いますで SF 好きな人だったら移動都市モータルエンジンっていうのをもうすごくおすすめしますバカ映画が好きな人だったら「飛んで埼玉」か「パペットダイソー追憶のパープルシャドウ」っていうですねこれをですね、まあ、見てほしいと思うんですけど今一番語りたいのはですねそれらの映画で大体予告編として入ってるですねゴジラ「キング・オブ・ザ・モンスターズ」の話をしたいと思います ゴジラ・キング・オブ・モンスターズすごいっすよ、えー、ようやっとね何がやりたいのか見えてきたんですけどこれはあのラドンですねでキング・ギドラモスラっていうですね本当かよみたいな派手ないが出ているんですけどもようやっとね何がやりたいのかっていうのが最新版の予告編から見えてきましたレジェンダリーが作っているこのシリーズっていうのはモンスターバースっていうふうに呼ばれていますモンスターバースっていうのはスパイダーバースと同じくモンスターの存在する世界多元宇宙ということですね と、『キングコング』っていうのは本当は別の映画なんですけどもその怪獣映画の世界っていうのは一つの世界になっているっていうミックスしてお届けっていうのが『モンスターバース』シリーズですでこの『モンスターバース』は2014年にゴジラで2017年一昨年に『キングコング』をやりました今年の5月に公開されるのがキングオブザ・モンスターズこのキングギドラが出てくる話ですね来年の5月に公開するのがゴジラ対コングいわゆるキングオング対ゴジラやるわけですね で何がすごいかってこのモンスターバースの世界観ですこの世界ではですねゴジラたちは怪獣いわゆるモンスターじゃないんですねかつてこの世界を支配していた神々で映画の中ではですね「タイタン」と呼ばれてますギリシャ神話とかのです、ね、神々の名前であっていわば神獣神の獣というようなものです モンスターじゃない、石炭期あたりのですね地球に生息していて、この地球をですね支配していた神々なんですけれどもですね、それがですね気象変化で地球の内側にまあこもって地球空洞説の内部でで、ね、数十億年間眠っていた存在なんです。それがなんで目覚めてきたのかっていうと、人間が地球を破壊しようとしていると文明の暴走を止めるために復活したと。だから原爆とかですねあとは原子炉に このゴジラが何で反応して出てきたのかっていうとゴジラはですね人類の敵ではなくて文明の敵といわゆる犯罪者を裁くけど市民を裁かないというですね市民の味方であるバットマンとかスパイダーマンと同じ地球の自然の自警団として出てくるわけですねだから人類文明に対抗してるんだけども人間そのものを否定しないですね。 そのスーパーマン、スパイダーマンの地形団文化、地形団文化というのはアメリカだけじゃないんですよ。昭和の日本でですね、昭和30年代か40年代にヤクザ映画というのがめちゃくちゃ流行ったんです。よね。そのヤクザ映画が流行ったっていうのは、大衆、いわゆる民衆と犯罪者とそれを裁くはずの警察警官という問題をですね、アウトローの立場からこの三つだったら三つ組になって動けないものを解決する装置としてヤクザっていうのを 機能しているっていうふうにまあ、東映の人気映画とかが主張していたから、だからその昭和の時代にはですね、薬剤がすごく多かったわけですね。この大衆犯罪者警察これがお互いが手を出せないような状況になっていると、同じくアメリカでもですね、大衆 マフィア、組織犯罪者警察っていうこの3組のどうにもならない構造をスーパーヒーローと呼ばれるですねバットマンやスパイダーマンという自警団が解決するこの辺りが自警団を使わなければ正義が執行されないアメリカの悩みであり昭和の日本の悩みでもあったわけですね話戻しますけどもゴジラシリーズ「モンスターバース」に出てくるゴジラたちタイタンたち神の獣たちは人類と行き過ぎた文明と それを制御できない国家や巨大企業という、この三組三組状態を解決するために復活してきた。だから、実はさっきも言ったように、地球の、えー、自然の時系団でもあるんですね。しかし、復活してきた怪,あの怪獣と、この辺りの怪獣、タイ,タ,イタンと違う系統なのが、このモンスターゼロと映画の中で呼ばれるキング・ギドラです。 キングギドラだけはですね、南極で氷漬けになっていたんですね。宇宙怪獣だからです。開古の時代にゴジラたちと戦い、南極に封じ込められていた。 この設定でもうお分かりの通りですね実はこのモンスターバースっていうのはですねクトゥルー神話なんですね古代の地球にはですね旧支配者というのがいて旧支配者と呼ばれるですね巨大な神々がいてそれに対してですね別の宇宙から古きものっていうのが襲ってきたと彼らの戦いは人類が生まれる以前に終わってしまったけれどもしかし南極や世界中からそういう神々たちが復活しつつあるとこれがクトゥルー神話なんですけども同じなんですよね 書かれてること,とで「ゴジラ」を現代に復活させるにはあたってまさかねクトゥルーを持ってくるっていうのはね意外だけど大正解。で予告編のね渡辺謙のセリフがかっこいいんですよ。渡辺謙ねあの我々に必要なのはどのタイタンどの怪獣が人類の味方で どのタイタンが人類の敵なのか我々滅ぼそうとしてるのか慎重に見分けなければいけないそれによってどのタイタンに味方するべきなのかどのタイタンを助けるべきなのかというのを決めるというふうに演説するとそうするとそれを聞いていたですねそのお偉いさんがちょっとね冗談っぽくからかうようにじゃあ 俺,俺たちは、ゴジラをペットにするって言うのか笑いながら言うとそうすると会場の人たちもニヤニヤ笑いながら皮肉に笑うとそしたらね渡辺謙はもっとすごい笑顔を浮かべてニヤッとしてねどういうことかというと違う我々がゴジラのペットになるんだっていうのものすごい皮肉の笑みを浮かべてやるシーンがですねもう悶絶するほどかっこいいんですよ。<laughs> <laughs> 超大国とかグローバル企業同士がぶつかり合って支配権を争うっていうのがそれが現実なんですけどもそういう現実の中で人間は超大国やグローバル企業の中のお気に入りになって生き残るしかないそういう世界っていうのをまるまる反映したです、ね、世界観にこうできてるんですね。 もう、すごい。これでですね渡辺謙のセリフといいなんといいなんかね予告編全てが僕今のところこれかっこいいなと思ってるんでもう5月まで公開までですね「キングオブ・モンスターズ」まで絶対に死ねないと世界というのは面白いことだらけだなといやなんでまだこれから先面白い映画が出てくるんだと思ってるんですけどですねこの「モンスター・バース」の世界観が生まれた理由っていうのはパシフィック・リームのですね 制作事情からもまあだいね。あの分かってくるんですよね。まずですねデルトロ監督、パシフィックリムのデルトロ監督はもともとクトゥルー神話ですね。つまり、超古代に巨大な神々が地球を支配していたっていう。 そそういういシリーズががあるんんでですすけどそれの映映像がやりたくてもそれがやりたくて映画監督になったような人なっ人ねしかしですね土壇場でこのクトゥール神話の制作にですね NG が出てしまってまあ大ショック意気消沈ですねで意気消沈してる中ですねたまたまも彼のところで持ち込み企画とし,してきたのが巨大ロボットものの監督やってくれないかと、まあ、これがパシフィックリームになるわけですねデルドル監督としてはですねいや正直それどころじゃないとそんなもん別にやりたくないよって思ったんですけれども脚本読んでみると ちちょっっっとととこれ面白いいんじゃないかと思っちゃなか思たとで、えー、その結果ですね監督が引き受けてパシフィック・リムのですね、まあ、制作に入るんですけどもそれまでですねもう使えないと思ってたクトゥルー神話のですねやりたかった設定をですねガン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 こう入れ込むことに成功するんですねまあモンスターバースのですねこのゴジラレジェンダリー版のゴジラのですね存在するモンスターバースの世界観って基本的にそのデルトロ監督がですね 持ち込んでしまったですね。怪獣イコールクトゥル神話におけるその旧支配者ですね。えグレートオールドワンっていうんですかね。あれのイメージがすごい強いんですよ。レジェンダリーのですねその出世作であるパシフィックリムから。 このモンスターバースに流れてきたんで海外のコミックとかではですね割と当たり前のようにパシフィック・リウムとあのゴジラシリーズっていうのはいずれ合体するんだろうというふうに思われてるんですけど僕ら日本人からするとなんでその巨大ロボットものとゴジラが一緒になるんだっていうのはあるんですけどそれはもともとこの企画の立ち上げであるイメージのもとを作ったデルトロ監督がもともとクトゥルーシンはやりたくてっていうことで両方ぶつけただからパシフィック・リウムも巨大怪獣あれはクトゥルーシンたちからのまあまあ使いなわけですね。 でこの「モンスター・バース」っていうのは多分太古の時代クトゥルーシンと戦った地球のスーパーヒーローが怪獣だっていう設定になってるんだと思います。